ヘイちゃんくん、はい、うるさい人がいますよ。はい、しおんくんももう出られるよっていう顔になってるね。はい、ちゃこちゃんはですね、朝外出の時に、ご飯を出したのに戻ってこなくてですね、それこそついさっきですよ、さっき戻ったのはそこそこの時間で戻りましたが、寝ててさっきご飯食べたんでしょあんた。ねえねえ、そしてもう出してくれって言ってますね。出しますけど、どうですか、ご飯では戻ってこないでしょあなたはね。となると2つ方法があります。今出ない、出ないまんま夜を待って出る、もう一つは今出てチヨン君と一緒に夜まで外にいる。さあどちらでしょう。最初がいい時は指を1本立ててください。次のがいい時は指を2本立ててください。はい、どうぞ。はい、ゼロ。ちょっと出しますか。でもただ戻るんじゃまた騒ぐでしょきっと。アンズさんは最近ちょっとなでなで受け入れるようになってますけど、もうちょっとですかね。アンズさん、パパの手は嫌なんだもんね。うん、なでなでをしましょう。じゃあ先にシオン君とチャコちゃん出すわ。で、空っぽになったところで、それで、チャコちゃん対策になっちゃったよ。前はね、ラブくん対策だったんだよ。シオンくん一人が出るようになってからはね、そんなにいろいろしなくてもね、物を倒したりしなくなったので。はい、じゃあ開けるよ。どうぞ。よし、テレビの掃除しますよ。あ、そっちの袋を取ってくれる？よいしょ。あれ？ちょっとじゃああんまりご飯食べてない。
はい、もう来た。はい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 。あれ、うまくそばだ。あ、また取れた。これペンチで締めないとダメか。これ子猫用だからね。しょうこ最近大人用食べてるでしょ。この中に入れようか。チョコちゃんここ。はい。はい、お尻。